はい、こんにちは。自営業専門税理士、川南です。本日の動画はですね、フリーランス向けに新しい法律が成立しましたので、こちらの新しい法律がフリーランスの方に一体どういった影響があるのか、またどういった法律が新しく成立されたのか、動画で一緒に学んでいきたいと思いますので、動画最後の方までよろしくお願いします。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっています。またビジネス書を2冊出版しております。動画で紹介した引用元や今紹介したものは全て概要欄のリンクから飛べるようになっておりますので、ぜひ概要欄の方も覗いてみてください。それでは早速本日の内容であるフリーランス新法、新しい法律について一緒に勉強していきましょう。はい、それでは新しく成立されたフリーランス新法、仕事はどう変わるについて解説をしていきます。本日の内容になります。本日はフリーランス新法が成立したよということで、その中身について動画で詳しく解説をしていきます。まず1番目、どんな法律なのか。2つ目、誰にどんな影響があるのかを解説します。そして3つ目、この新しい法律によって何がどう変わるのかを説明します。そして4つ目、違反をしたら一体どうなるのについて解説をして、最後まとめ。本日の内容はこのような流れでいけますので、よろしくお願いします。ではまずこの新しい法律、一体どういうものなのか見ていきましょう。フリーランスの新しい法律、フリーランス新法、こちら2023年の4月28日に成立。正式名称はですね、これ略して皆さんフリーランス新法と言っているんですが、この正式名称があります。長いですけどいきます。特定自宅事業者に係る取引の適正化等に関する法律案という、これが正式名称になります。この長い正式名称の法律の目的は大きく2つ、こちらですね。フリーランスとの取引の適正化、そして就業環境の整備をしよう、この2つが大きなこの法律の目的となります。では一体どういった方に影響があるのか、次のスライドで見ていきましょう。はい、誰に影響があるのかですね。まず保護される側の人から見ていきましょう。保護される人はどういった方かと言いますと、こちら特定受託事業者という方になります。こちらね、少し専門用語で難しいので、イコールフリーランスの方だと思ってください。特定の受託事業者、要は仕事を受託された側、フリーランスのことだと思ってください。そしてこのフリーランスというのはですね、従業員がいないフリーランス、またはですね、フリーランスが法人なりして従業員がいないよという方も保護される側に該当するということになりますので、ここをしっかりと押さえておきましょう。では次に、どういった方が守らなければならないのか、誰が守る義務があるんですかというと、こちらになります。特定の委託事業者が守る必要がある法律ですよということになります。こちら委託とありますので、仕事を依頼する側で従業員がいるフリーランスや法人、中小企業等々が該当するということになります。適用される取引なんですけども、事業者と事業者の取引が該当します。これどういったことかと言いますと、事業者と一般消費者の方の間の取引というのは、この法律というのは適用外になるということになります。この適用、事業者と事業者同士の取引でこの法律が影響してくるというふうに思ってください。さあ、では一体このフリーランス新法によって何が変わるのか、次のスライドで解説していきます。何が変わるのか、大きくこちらになります。まず1つ目、条件を書面で提示するというふうに変わります。これ何を書面で提示すればいいかと言いますと、こちらの内容などになります。業務の内容、次に報酬の金額、報酬額ですね、支払い期日などなど、こちらの要は仕事の内容を書面できっちり提示するようにしていかないといけませんよという法律になります。ですので、今までのようにですね、気軽にこの仕事お願いできない、あ、わかりましたみたいなことができなくなるというふうに思っていただければいいかと思います。つまりですね、口頭での依頼は今後 NG となるということです。しっかりとどんな仕事をいくらでまでにこの金額を払うのかというような内容を書面で提示する必要があります。そして2つ目に変わる点、こちらですね、報酬の支払い期日が設定されました。業務の完了、また給付が受領した時点の60日以内に支払うという支払い期日が設定されました。この支払い期日、60日という数字を頭に入れておきましょう。次に、違反したらどうなるのかについて説明をします。
こちらです。違反したらどうなるのか、まずどういったことが違反になるのか簡単に説明をします。禁止事項としてこういったものが挙げられます。受理料の拒否や報酬の減額、また著しく低い報酬設定、こういったものが禁止事項、違反事項というふうになっております。これ以外にもあるんですけど、メインのものをピックアップしてこちらの方に挙げてあります。そして違反するとじゃあ実際にどうなるのか、これらの今挙げた禁止事項をした場合にはですね、違反するとこの公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣がですね、この違反行為について助言や指導をするということになります。そしてさらにですね、命令違反や検査の拒否などに対してはですね、50万円以下の罰金に処するというふうに今回の法律で定められました。このようにですね、フリーランスを保護する動きが出てきている。この法律によってフリーランスとの取引をね、守ろうという動きが出てきているわけです。次、まとめになります。では、一体この法律、成立はしたんだけど、いつから施行されるかと言いますと、施行日はですね、1年半以内に施行されます。ですので、今はこのフリーランス新法というのが決まった、成立したという段階です。実際、いつからその法律を施行するのかというのは、今後情報が出てきますので、しっかりと押さえておきましょう。そして、このフリーランス新法、内容を理解しておく必要があります。フリーランスの方ももちろんですし、仕事を依頼する側の企業、中小企業やフリーランスの方、しっかり押さえておく必要があります。そしてですね、先ほど言ったように条件を書面で明示しないといけないという風なルールに変更されますので、この条件を明示できるようなひな形、またうちはどうやって明示をしようという風なことをですね、決めておかないと、要は自分のところではこういう風にするというルール決めをしておかないとですね、すぐに対応ができませんので、施行日は1年半以内とね、もうすでに迫ってきていますので、しっかりと準備の方しておきましょう。こちらにあるように早めの準備が正解となります。このように自営業フリーランス向けに役に立つ情報動画を投稿していってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。私はですね、オンラインサロンの運営をしております。税理士川南のオンラインサロンということで、メリットが3つあります。まず1つ目、オンライン上に税理士を味方につけるということで、オンライン上で質問や相談をいつでもすることができます。こちら Facebook の非公開グループで運営をしていて、そちらの方に投稿していただけると、私が文章でそちらの質問に対してコメントをするという形になっています。2つ目、定期的にサロンズームを開催しています。このサロンズームはですね、私と直接ズーム上でおしゃべり、まあ質問相談することもできますし、また企業メンバーばかりがサロンメンバーにいますので、情報交換ができるということで非常に好評です。3つ目、平日毎日私が記事を投稿しています。税理士の裏側を公開しているということで、経理や税金の新しい情報、またビジネスの情報、私がしている SNS の裏側などなども公開しておりますので、ぜひオンラインサロンの方入会ご検討ください。オンラインサロンはですね、概要欄にリンクがありますので、そちらから詳細飛べるようになっておりますので、ぜひ入会お待ちしております。はい、こちら冒頭に言ったように2冊ビジネス書を出版しております。もうすぐスタートするインボイス制度の Q&A ブック、分かりやすく30分でスパッと分かる本出しておりますので、合わせてお願いします。こちら宝島社さんから出版しております。もう1冊はですね、経理節税税金確定申告が1冊に詰まったフリーランスのバイブル本も出しております。こちらの方もですね、合わせてよろしくお願いします。どちらもAmazon Kindle 版ありますので、また楽天ブックスからも購入可能です。そしてこういったようにね、自営業フリーランス向けに必要な動画を投稿していってますので、チャンネル登録お願いします。またいいねや高評価ボタンを押していただけると励みになりますので、お待ちしております。また私がしているいろいろな SNS、 Instagram、 Twitter、 TikTok、 Voicy とやっておりますので、その他 SNS また違った情報を投稿していってますので、ぜひお待ちしております。こちらもすべて概要欄から飛べるようになっておりますので、チェックの方よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画は以上になります。新しく成立したね、フリーランス新法ということで、しっかりと皆さんルールの変更が1年半以内にやってきますので、押さえておかないといけない法律だということで、今回動画で紹介させていただきました。いつも最後まで見てくださってる方、ありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。